フクロウオウム、フクロウオウム、フクロウオウム、または、カカポ、カーカアポー、夜のオウムが名、ストライガープス・ハブラプテラスは、ニュージーランド固有の夜行性オウムの一種である。世界で唯一飛べないオウムであること、最も体重が重たいオウムであること、レックという繁殖法を持つ点が注目に値する。また、世界で最も長生きのオウムかもしれないとも、考えられており、 フクロウオウムアカ、ストライガーピニーフクロウオウム属、ストライガープスに属し、近縁はミヤマオウム属と考えられている。絶滅の瀬戸際に品する種である。現在確認されている個体数はたかだか百数十は程度であり、そのすべてに名前が付けられ、ニュージーランド国内で手厚い保護のもとに置かれている。詳細については保全説を参照のこと。 フクロウオウムは飛ぶことができない。もともとニュージーランドには陸性の哺乳類が全くいなかったため、そこに大きなニッチが存在した。フクロウオウムは他の地域におけるウサギなどに相当するような、いわば小型の地上性装飾獣のニッチに入り込む形で、陸上生活に適応し、飛ぶ能力を捨てたものであると考えられる。9世紀以降、ポリネシア人とヨーロッパ人による、 移住、植民によって猫やネズミ、イタチなどの捕食者が侵入し、さらにヨーロッパ系移民による牧場開発に伴う環境破壊もあって、フクロウオウムのほぼすべてが死滅してしまった。1890年にフクロウオウムに対する保護の努力が始まったが、1980年のフクロウオウム保護計画が始まるまでは、はかばかしい成果は上げられなかった。 生存するすべてのフクロウオウムは肉食獣のいない二つの島、すなわち南西部に位置するチャルキー島とスチュアート島の近くのコットフィッシュ島へ、薄さ、注意深く観察されている。大きな太ったオウムで、オスの生態で体長が60センチメートルに達し、体重は3から4キログラムである。その大きさに対して小さな翼しか持っておらず、 鳥が飛行するために必要な筋肉につながる流骨が著しく体化しているため飛行能力はない。翼はバランスを取ったり体を支えたり木から跳ねた時落下を防ぐために使う程度である。他の陸上製の鳥と違いエネルギーを蓄えるために体の大半に脂肪を蓄積することが可能である。背中には黒の縞模様の入ったモスグリーンの羽を持っており、 草木の中にうまく紛れ込む。羽は飛ぶための強さと硬さが不要なため、極めて柔らかい。その下腹部、首と顔は黄色がかっている。顔は平面的でフクロウの顔に似ている。そのため、初期のヨーロッパの移民からフクロウオウムと呼ばれた。くちばしの周囲には繊細な髭が生え、頭を下げて地面を歩く時には地面を感知するのに役立っている。 常に地上にいることから、おハの端は地面を引きずっていることが多い。くちばしは、きれいに食物をすり減らすことができるようになっているため、同じような大きさの他の鳥と比較すると、砂脳は、非常に小さい。足は大きく、羽毛が生えておらず、鱗状の皮膚が剥き出しになっている。すべてのオウム類同様に、大指足、前に二本、後ろに二本で、特に木などに登るのに役立つ。 夜行性であり、視覚にはあまり頼れないため、かなり発達した嗅覚を持っている。これによって、食物を探し当てることができる。この能力は、オウムの仲間で唯一の事例である。体から強い方向を発しており、カカポの最も大きな特徴の一つとされている。その方向は、骨董バイオリンケースの内部、鼻、蜂蜜、エアフレッシャーなどと、 様々に形容される。カカポのかなり発達した嗅覚を考えると、この方向は個体間での識別信号であると考えられている。しかし、この方向はしばしば捕食者に対して無防備な状態を招きがちで、このこともカカポの数が減少している一因となっている。カカポは世界で唯一レックと呼ばれる繁殖方法を有するオウムである。 オスがゆっくりとレックという競技場に集まり、互いにメスを魅了し、つがいになるべく競い合うのである。メスはレックに現れるとオスたちのディスプレイを観察する。メスたちはオスのディスプレイの出来栄えに基づき、つがいになるオスを選ぶのである。すなわち、メスたちは他の普通の鳥のようにオスたちによって個別に追いかけられることはない。つがいになるためだけに、 オスたちとメスたちがレックで出会うのである。繁殖期になると、オスたちは普段の縄張りを離れ、丘の上や地面が盛り上がったところへ集まり、メスとつがいになるための庭を形成する。これらの庭は、カカポの通常の縄張りから 7km ほどのところに形成され、レックの中では 50m ほどの間隔が取られる。オスたちは繁殖期の間このレックの区域で、 繁殖期を過ごす。交尾期が始まると、オスたちは巣を確保するために戦いに取りかかる。オスたちは逆立てた羽広げた翼、開けたくちばし、立てた爪、そして大きな金切り声と唸り声で、互いに立ち向かうのである。戦いは、怪我によって終わるようだ。複数のオスによって、レックの地表に掘られるおのおのの、庭は、深さ最高十センチ、長さ約五十センチ。 体長の半分ほどの一連のボールのような落ち込みで形成される。各々の,のの庭は丘の頂上を中心とした半径約20メートル以内の範囲で長さ約50メートルの小道で接続されている。オスは細やかに庭の中と周辺のゴミを片付ける。研究者が庭が夜に使われているかどうかを調べる一つの方法として 庭の中に二三本の小枝を置くことがある。オスが一晩のうちにその庭を使用しているなら、オスはくちばしでそれらを拾いに行って、それらを投げ捨てることが判明している。メスを引きつけるために、オスは庭の中で胸の尾を膨らますことによって、大きい低周波のうなり声でメスを呼ぶ。胸の尾が膨らみ、ボリュームが増幅された低いうなり声となる。 一連のおよそ二十回の大きなうなり声の後、一旦ボリュームは低下する。再びオスは頭を下ろして、その胸の尾を膨らまし、うなり声をもう一回発する前に、少しの間、頭を下げる。うなり声は、静かな夜には、少なくとも一キロメートルにわたり、響き渡り、そして、風によって五キロメートルほどの遠くに響くことがある。オスは、一晩に、 平均8時間ほどうなり声を上げ続ける。したがって、おのおののオスは、この時間に無数にうなり声を上げると考えられる。この行動は、毎晩3から4ヶ月の間続くと考えられる。この行動により、体重の半分を消費する。うなり声が異なる方向で出されるように、庭のくぼみの中でたびたび向きを変える。メスは、競争しているオスのうなり声に引きつけられる。 そして、メスたちも、縄張りからオスたちのいるところまで、数キロメートルを歩く必要がある。そこで、一羽のメスは一羽のオスの、庭に入る。オスは体を左右に揺らして、くちばしを打ち鳴らして騒ぐ、ディスプレイをする。オスは背中をメスに向けて、翼を広げて、メスの方へ後ろ向きに歩く。メスの前では興奮しており、メス以外のものにも交尾をしようとする。 交尾のメカニズムに関してはまだよくわかっていない。一旦ワが交尾をすると、メスは卵を産んで、ヒナを育てるために、自分の縄張りへと戻る。オスはまた他のメスを引きつけるためにうなり声を上げ続ける。メスは一度に一つから四つ程度の卵を産む。メスたちは、地上で草の茂みや、樹木のラに巣を作る。メスたちは放乱はよくするが、毎晩、餌を探しに。 卵から離れることがある。そのため、捕食者によって卵が食べられることも多く、親鳥のいない間に卵が投資してしまうこともある。卵は通常三十日程度で孵化する。灰色のヒナは卵の時と同様、全くの無力である。若鳥も成長と同様、捕食者に食べられることがある。ヒナは羽が生え揃って十から十二週間目くらいで巣立つ。 巣立ったヒナが成長し独立するに従って、親鳥も次の繁殖行動に取り掛かることができる。その時期はおよそ半年である。長寿であるため、繁殖するまで、青春時代を楽しむのである。そのため、生後9年から11年に経たないと、オスはメスへの繁殖行動を取らない。繁殖までの時間が極めてかかるが、寿命は60年ほどであると考えられている。そのため、 鳥の中では最も繁殖率の低い種である。果実のような餌が豊富な年しか繁殖行動を取らない。リムの木には主要な食物になるが、この実は3年から5年ごとにしかならない。このため、例えばリムの木だけの森がある。コットフィッシュ島ではカカポの繁殖は稀に行われるに過ぎない。カカポの先祖がニュージーランドに来たのは、今から100万年ほど前の第4期である。 その時には他のオウムと変わらない普通のオウムであったと推測される。字が立つにつれ大きさが次第に増し、体重が増え上がては飛行能力を喪失したのである。しかし興味深いことにニュージーランドには野生の哺乳類が3種の子を盛り、以外はいなかったのである。そのため鳥たちが他の地域では哺乳類が進出している生態的地位へも進出していった。 人類がこの島々へトライするまでは、カカポの進化は成功し、ニュージーランドに100万は生息していたと考えられる。かつては、ニュージーランドの3つの主な島中に進出した後、低木地と海岸の地域や、パデカープス、リム、マタイ、カヒカテア、トタラ、ブナ、タワト、ラータが、主な植生の森林などに生息していた。彼らは、特に森の周辺部と一層、 重い果実のなる、広い多様性ある森のコンパクトなエリアに生息した。フィヨルドランドの、なだれの領域の、ファイブフィンガー、ワインベリー、ブユロイヤー、チュチュ、ヘベ、コプロマスなどの果実がなる地域は、カカポの庭として知られていた。夜行性なので、昼間は、木の下の茂みに身を隠して、夜になると餌を求めて、縄張りを歩き回る。飛ぶことはできないが、 木に登ることには優れる。どんなに高い木にも登った。カカポが木の高いところから翼を広げて、パラシュートで降りていくことも知られる。そして、臨床に穏やかに着地する。飛ぶ能力を失って、カカポは非常に強い足を発達させた。人よの球児の間に、彼らは数キロメートル歩くと考えられ、さらに300メートルの丘を上へ下へと移動する。かなりの速度で走れるが、 長距離を早く移動することはできない。通常、装飾で自生している、多種多ような植物を食べる。果実、種、花粉、樹液さえ食べる。特にリムの木の果実を好み、たくさん実っている時はシーズンを通して食べ続ける。足で葉を掴んで、それをくちばしでは入れ繊維質の部分を残し、丸めて捨てて食べる。それはまるで人間が、 アーティーチョークの柔らかい部分だけを食べる方法と似ている。植物繊維の小さい塊は、かかっぽの存在を示す特徴的な証拠である。時折、昆虫と他の無脊椎動物を食べるのも観察された。好奇心旺盛で、個体感が離れたところで生息しているので、人間との接触を楽しんでいるようである。保護センターのスタッフとボランティアが接触した時には、 それぞれの個体に豊かな個性があることが確認された。多くのオウムと同様に広範囲にわたる呼び出しをいろいろな目的のために使っている。彼らの繁殖期のうなり声とくちばしを鳴らすことに加えて仲間に居場所を知らせるスクラー,アークも知られている。逆になかった行動はというと捕食者あるいは脅威に対する反応である。身の危険を感じたとき、 森の中でじっとして身を隠そうとした。これはニュージーランド在来の捕食者、巨大なワシの仲間ハーアッポ号につからみを守るのには有効な戦略であったのだが、この戦略は優れた嗅覚に頼る新たな捕食者に対しては役に立たないた絶滅に対する懸念はさらに大きくなっている。カカポの生息数はニュージーランドに人間が住むようになってから、 かなり減少した。1891年に保護対策が絶滅を防ぐために見られて以来最も成功した計画は1989年に実行されたカカポ森計画だった。カカポが減少した最初の要因は1000年前の人間の到着だった。ポリネシアからのマオリー人は食物のためにまたは皮膚と羽毛を目当てにカカポを探し出した。 そして、それは、豪華なケープになった。彼らも、耳飾りとして乾燥したカカッポの頭を使った。その抵抗しないおとなしい性質と、強烈な匂いと、危険に直面するとうずくまる習性で、カカッポは、マオリ人の持ち込んだ犬の格好の餌食になった。また、彼らの卵と、ヒナは、マオリ人がニュージーランドに持ち込んだ、ポリネシアネズミによって、減少に拍車がかかった。 さらにまた、マオリ人が植生を計画的に整頓したことが、カカポが住むのに適した範囲を減らした。ヨーロッパ人が到着する頃には、島の多くの地域で絶滅していた。1840年代から、ヨーロッパからの白人系移民は工作と放牧のために膨大な土地を収容した。そして、さらにカカポとその生息地を危うくした。彼らも猫、イタチ、 クマネズミなど、それまでをはるかに上回る多くの種類、数の哺乳類の捕食者を持ち込んだ。これらは若い個体と生体のカカポを捕食した。大英博物館のジョージ・グレーが1845年に比較標本をもとに記載するまで、ヨーロッパ人はカカポについてほとんど何も知らなかった。マオリ人のように、初期のヨーロッパの開拓者と飼っていた犬はカカポを食べた。 1800年代後期にカカポは科学的な後期の対象として有名になり動物園、博物館、またはコレクターのために捕獲、もしくは捕殺されていった。大部分の捕獲個体は数ヶ月以内に死亡した。少なくとも1870年代からコレクターはカカポが個体数を減らし絶滅しつつあることを知っていた。だが彼らの関心は絶滅する前に カカポを収集することに向けられていた。1880年代にウサギの数を減らそうとして、シロテン、フェレットなどのイタチ類がヨーロッパから移入され、ニュージーランドでかなり離された。彼らもカカポを含む多くのニュージーランドの固有種に重大な脅威を与えた。他の気化動物、例えば導入された鹿は、またカカポと食物を争って、 若干の植物種の絶滅を引き起こした。1891年にニュージーランド政府はフィオルドランドのリゾリューション島を自然保護区に指定し、1894年にリチャード・ヘンリーを管理人に任命した。熱心な自然主義者であるヘンリーはニュージーランドの鳥が持ち込まれた捕食者、特にネズミと白点によって減少していることを知った。彼は リゾリューション島のような捕食者のいない島の価値に着目してカカポとキーウィをこの島に移すことにした。彼は6年間に200羽以上カカポをリゾリューション島の方へ移した。しかし1900年までに白ンはリゾリューション島に泳いで移住し6年以内で全てのカカポを殺し尽くした。1903年に3羽のカカポがリゾリューション島から オークランドの北東部のハウトユル島自然保護区まで移されたが野生化した猫が生息していたためカカッポは観察されなくなった。1912年に3羽のカカッポがウェリントン北西の保護区カピューティ島に移された。そこにも猫が生息していたが1936年までには1羽が生き残っていた。しかし第一次世界大戦と大恐慌という 世界的出来事によって保護運動への関心は下がった。ほとんどの人々の関心がよそに移っている間に、カカポの個体数は激減した。1920年代までに、カカポは北島から絶滅し、南東でも個体数は激減し、生息域は狭まっていった。もはや彼らの最後の生息域は、謙遜なフィヨルドランドだけとなった。 そこでは1930年代の間には彼らは目撃され、鳴き声なども聞かれていたが、しばしばハンターや登山者によって食べられた。1940年になるとカカポに関する報告は聞かれなくなった。1950年代にニュージーランド野生生物サービスは設立され、大部分はフィオルドランド現在南東の北西部のカフランギ国立公園であたることで、 カカポを探すために定期的な調査を開始した。1951年から1956年の間に行われた7度のフィオルドランドの調査でカカポが生息している兆候を見つけ出した。1968年、ついにカカポは捕らえられて、フィオルドランのミルフォードサウンド担当区域で話された。植物資源を食い荒らす気化動物のシカやシャモアが他の場所でもそうだが、の、 今日ゆえに、カカポを隔離する決定がなされた。1961年に6羽のカカポが捕獲され、1羽が放され、5羽が北島のマウントブルースや長保国近くの鳥小屋に移された。数ヶ月のうちに4羽が死に、5羽目も5年後に死んだ。それから続いた12年間の定期調査では、カカポが生息する兆候を発見したものの、それは、 カカポの継続的な現象を示していた。この年に一羽のカカポが発見され1967年に捕獲された。隔離環境でのカカポの保護技術が改良されたことで楽観的な見通しがあったにもかかわらずその一羽は翌年に死んだ。1970年代初期までにはカカポが生き残ったかどうかははっきりしなくなった。ヘリコプターの登場は それまで近づくことのできなかったところへの調査を可能にした。1974年前半に2羽のカカポはミルフォードサウンド州水域で捕らえられて南東の北のマールボロサウンズのモード島の方へ移された。2羽が異なるサイズであったので片方がメスでもう片方がオスであることが期待された。メスだと考えられていた方が1977年に犬に殺された後、犬で それがオスであることが判明した。1974年の終わりに調査隊は何羽かのカカポを発見し、初めてカカポのうなり声を科学的に観察した。ドン・マーティンの率いた観察では、カカポがレックシステムで繁殖していることが初で考察された。一羽は1975年にミルフォード地域に隔離され、リチャード・ヘンリーと命名され2005年まで生きた。 この個体は50歳だったと判明した。1976年に4羽のオスのカカポがミルフォードサウンド隣の集水域のトランジットバレーで捕獲された。1974年から1976年まで14羽のカカポが発見された。しかし、全てはオスであることが明らかとなった。これは巣を作っている間、おそらく白天に殺されて、全てのメスが死んだという。 そして、この種が機能的にすでに絶滅したという可能性が持ち上がった。野生生物サービスが1951年から1976年まで発見したすべての鳥は、ほとんど垂直の絶壁が側面に並んでいて、高い山に囲まれている夕方の氷層で覆われた谷にいた。そのような最果ての地形は、鹿とポッサムのような気化哺乳類による征服を阻んでいた。 そして、そのような外部の影響をまだ受けずに残った、自生の植物の孤島にいた。しかし、ここでさえ白点は侵入しており、そして、1976年までに、カカポは谷床からいなくなり、そして、ほんの少しのオスだけは、崖で最も近づきが対抗所で生き残っていた。1951年以来、カカポの捜索隊は、南東へ上り、時折は北島へも上った。 1977年までは、スチュワートとへは探検隊は行っていなかった。1949年に、政府職員がカカポを目撃し、その羽を採取したにもかかわらずである。1970年には、鹿の漁師がカカポの写真を撮り、それを、報告を無視しているようだった、森林局職員に報告したのである。1977年の探検隊は、カカポの トラックと庭を初めて見つけ、スーダースの個体を捉え、その中にはメスがいるのでは期待を持たせた。1980年に口輪をつけた犬がたくさんのカカポを見つけ出し、その中には5羽のメスがいて隔離された。全体的な個体数は100から200に推定された。スチュアート島には白天と他のイタチ類がいなかったが、野生の猫がかなりの率で、 カカポを殺していたと同時に判明した。1980年と1981年の間にサン羽のメスと一羽のオスはリチャード・ヘンリーに合わせるためにモード島の方へ移された。そして唯一のフィオルドランドのカカポがまだ生きていた。1977年と1982年の間で猫はスチュアート島の上で確認されたカカポの50%を殺した。 そこで1982年に11羽のオスと7羽のメスはハウチュル島へ再配置され、そこでは野生の猫は1980年に根絶された。彼らはモード島からのリチャード・ヘンリーと3羽の生き残っているスチュアート島の個体と共に加えられた。モード島からの彼らの除去は妊娠した白点が本土から900メートルの距離を泳いで横断したという。 発見によって行われることになった。スチュアート島のラキウラの北西にあるコットフィッシュ島から1987年にはポッサムは根絶され、そして10羽のメスと20羽のオスは1987年と1992年の間でスチュアート島からコットフィッシュ島と移された。さらなる2羽のメスと3羽のオスはモード島の方へ移された。そして以後、 1989年と1991年の間にその白天の仲間を根絶した。1995年までにカカポの基地の個体数は50羽となった。それのうちちょうど19羽はメスだった。1989年にカカポ保護計画が発展し、カカポ保護グループがその実行のために設立された。ハチュリトル・バリアージまで。 7年にわたり、子育てが起きなかった時、鳥たちは居続け、恋となるいくつかのメスたちの餌付けが始まった。1991年に4羽が卵を産み、2羽が孵化に成功した。コットフィッシュ島での子育ては1992年が最初であったが、予想もせぬリムの果実に打撃がありこなさなかった。3羽の栄養失調のヒナが、オークランド動物園に運ばれたが、 ここで2羽が死んだ。残った1羽は、ホキと命名され、人手で育てることに成功し、マウド島に放された。5年前は、どのカカポも幼鳥だったが、1997年には、ゴッドフィッシュ島のカカポはつがいを作るようになった。再び、リムの収穫が結実に失敗したが、母鳥の追加的な給児をもって、3羽のヒナは幼鳥になった。リチャード・ヘンリーは、 ハウチュリュ、リトルバリアー島からマウンド島へと1996年と1998年に戻され、リチャード・ヘンリーは、ヒナと最初の幼鳥を育てたのだ。長い歳月の南東の遺伝子を持って、コットフィッシュ島とハリチュチュ、リトルバリアー島は猫、イタチ、クマネズミ、ドブネズミはいなかったが、それより小型なポリネシネズミが両島には生息していた。 ポリネシアネズミもカカポの卵とヒナを捕食し、さらに食物でもカカポと競合するとは当初知られていなかった。この理解をもって保護計画の段階はコットフィッシュ島からネズミを根絶することが取られた。同時にカカポをハチュチュ、リトルバリアー島からマウド島へと移すことが決定され、それはネズミだけが理由ではなく補助的な球児の後に ここで2羽の幼鳥がここで羽が生えてきて、レコボコした地形が厳重な管理を難しくしていたからだ。皮肉なことに、両方のこれら計画的運動は飼育の驚きを作り出した。1999年移動のためにカカポたちを、ハチュチュ、リトルバリアージまで捕獲した後に、1984年以来、発見されていなかった1羽のメスの個体が3つの、 卵と共に発見されたのだ。ヒナの保育は完全に人工的に行われ、3バのメスが羽を生やした。1988年には、コットフィッシュ島の近くのパール島に2年間カカポが移された。その間コットフィッシュ島でネズミの虐殺が行われた。パール島にはネズミや肉食鳥であるウェカ、クイナの一種がいたにもかかわらず、 1999年には5羽のメスのカカポが卵を産んだ。卵は人工保育に移され3羽のヒナが羽を生やし、その間6年を経ていた。これらの期間にカカポの個体数は50羽から62羽に飛躍した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。